はい、こんにちは。プレイアートクリエイターの相澤です。本日は仏像シリーズ第3部ね、過去にですね、アシュラになりきるというね、アシュラ君、それから空也上人になりきる空也君ね、配信してきました。本日はですね、奉仕和尚、なんかね、奉仕和尚とも言うらしくて、どっちが正解なのか分かりませんけれども、奉仕和尚になってみたいと思います。はい、それでは奉仕和尚になってみたいと思います。奉仕和尚どんな人っていうとね、はい、例によって、はい、こちらに出てますね。はい、なんと顔から顔、これがパカッと割れてですね、中からまたもう一つの顔、まあこのもう一つの顔っていうのが、仏様とか内なる仏心とか、まあ十二面観音とか、いろんな表記があって、どれが正解か分かりませんけれども、この奉仕和尚さんはなんかね、超常的な力があったみたい。中国のお坊さんですけれども、で、はい、これも奇怪な、もう本当に不思議な仏像で、最初見た時にね、ミッションインポシブルってね、あのグワーって顔を剥ぐあれを思い出した人も少なからずいるんじゃないかと思いまして、はい、本日は私が奉仕和尚になります。では、はい、奉仕和尚でございます。はい、こんな感じで、奉仕和尚でございますよ皆さんね。はい、まあこれ大変でした、作るのね。でも何としても奉仕和尚になりたくて、こんなものを作ってみましたね。お面でございます。ということで、本日は奉仕和尚を、まあこんなことやってるとね、仏罰が当たるかもしれませんね、いつかね。ですが、まあ仏像っていうのはね、堅苦しいもんじゃなくて、みんな楽しもうよみたいなね、気持ちで作っております。どうぞ仏罰は、させないでくださいね、私にね。はい、じゃあそういうことで、本日は、仏像シリーズ、阿修羅君、空也君に続く奉仕君でございました。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。